ねえ、竜介。明日なんだけど夜からでいい？いいけど、どうした？高校の時の友達がこっちに帰ってきてて誘われたの。普段あんまり会えないから、お昼だけでも会いたくて。全然大丈夫だよ。ほんと？ありがとう。存分に楽しんできて。あ、男じゃないからね。わかってるよ。心配じゃないの？そこはもう信頼してる。そうだよね。もう1年も付き合ってるし、ご両親への挨拶もしてるしね。そうそう。そろそろ一緒にも住みたいね。明日その話しようとしてた。え、そうなの？俺のところがちょうど更新月だから、蘭子と同棲したいと思ってて。嬉しい。住む、絶対住む。俺も嬉しいわ。明日報告しようとしたけど、このタイミングで会ってた？逆にありがたいかも。どんな家に住みたいとか、立地はどこがいいとかいろいろ考えたいし。確かに、それはそうだな。じゃあ明日はご飯食べながら家探ししようか。うん。10分後。和也、明日の昼って何してる？パチンコ。まだやってんのかよ。まだってなんだよ。俺は生涯現役だぞ。それパチンコでは言わないんだよ。で、何の誘い？いや、彼女とのデートだったんだけど、その予定なくなったから、飯でもどうかなと。おいおい、ついに破局かよ。ちげえよ。急用に会うだけだよ。なんだよ。てか、仮に別れたとしても、なんでそんなに喜ぶんだよ。なんか結婚の雰囲気出てたろ？お前だけずるいと思ってたから、道連れできてラッキーって思ってた。下道すぎるわ。お前ももう今年30歳なんだから、ちゃんとした職業つけよ。嫌だねー。バイトとパチンコだけで月30万あるから今更無理だよ。パチンコってそんなに勝てるのか？今度教えてやろうか？いいわ。蘭子は掛け事とか嫌いだし。女の顔色を伺って生きてるのか？それ楽しいか？お前よりはな。おい、もう飯食ってやらねえぞ。食うつもりだったのかよ。ああ、もういいよ。いい焼き魚定食ある店を紹介してやろうと思ったのに。悪かったよ。謝るからそこ紹介してくれ。その代わり、条件がある。おごりはしないぞ。バレてたー。じゃあ、明日12時な。へい。1週間後。蘭子、探してた物件だけどさ、もう引き払ってるらしくて内見とかもできるから、明日あたりどう？ごめん、竜介。もうその部屋には住めない。え、どうしたの蘭子。俺より蘭子の方が気に入ってたよな。うん、そうだったんだけどね。何があった？間取りとかは最高だし、駅近だし新築だし、職場から近いし条件としては最高だと思う。うん。でも風水的には最悪なんだって。え、風水？一週間前に高校の同級生がいたでしょ？あ、うん。その子実は占い師をやっててね、私も高校の時によく見てもらってたの。なるほど。その子マジで能力者ってくらい、いろいろズバズバ当てててすごいの。私もかなり信頼してて、最近のことを占ってもらったの。で、部屋を見てもらったと。うん。それで結果が最悪だったの。特に私と竜介が住むには最悪で、絶対に喧嘩して別れるんだって。理由は分かったけど、俺はかなり気に入ってるし、あそこに住みたいと思う。ちょっとつなげるね。何を？ 1 分後。アキと3人で相談して、物件探そう。蘭子、何この LINE は。それとアキって誰だよ。はじめまして、竜介さん。占い師のアキと申します。簡潔に言いますね。あの物件だけは控えてください。仕事運、恋愛運が最悪です。二人で明るい未来を迎えたいなら、他の物件を探すべきです。あ、それと、南向きは必須です。ねえ、竜介、アキがこう言ってるし。待ってくれ。占いをバカにするわけじゃないけど、俺は今まで物事を決めるときに占いに頼ったことがないんだ。そんな俺に向かっていきなり占い的にダメって言われても。占い的じゃなくて、風水的にだよ。今そこどうでもいいから。わかりますよ、竜介さん。占いを信仰しなかった人に、占いを信じろって言われても困りますよね。ただ同時に、占いを否定する根拠も、あなたは持っていませんよね。そうじゃなくて。話を逸らさないでください。占いが当たらないという根拠はありますか？今すぐ提示してください。提示はできないけど。けど何ですか？私はこの占いを職業にしています。それを否定するなんて非常識にも程がありませんか？竜介、謝って。待てよ。なんで俺が悪者になったんだよ。こっちは頼んでないんだよ、占いを。それは私が頼んだんだよ。なんで理解してくれないの？だからさ。追加でもう一ついいですか？蘭子と龍介さんなのですが、恋人としてはなかなかいいと思いますが、結婚となると相性が悪いです。え、そうなの？実際に今こうやって揉めてるでしょ？確かに。それはこんな LINE で物件否定してるからだろ。アキさんが現れなければ喧嘩してないよ。それは結果論ですよね。私の占いでは、龍介さんは将来 DV すると出ていますよ。それこそ何の根拠なんだよ。占いですけど。聞いたことないぞ。将来 DV するかもって占い。それはあなたの勉強不足です。私の方にはしっかりと出てます。蘭子、俺とこの占い師、一体どっちを信じるんだ？どっちも信じたい。でも今、龍介が怖いとも思ってる。は？なんでそんなにイライラしてるの？物件がダメなら選び直そうよ。うん、普通はそうなるわよね。龍介さん、結婚とは譲り合いです。自分の意見を持ってることは素晴らしいことだと思いますが、相手の意見も尊重しましょうね。蘭子の意見なら尊重する。ただ、アキさん、あなたは違う。それが頑固って言ってるの。蘭子、やっぱりやめといたら？この人やばいよ。誰がやばんだよ。お前の方がよっぽど変だぞ。ほら、またこうやって暴言を。いい加減にして、龍介。私の友達にお前とか言わないで。もういい。ちょっと考える。考えるって何をだよ。おい、蘭子。翌日。龍介、おはよう。やっと繋がった。蘭子、電話できるか？伝えたいことがある。私の意見まとまったから、龍介に伝えるね。別れてほしい。は？今までありがとう。龍介とはいい思い出で終わりたいの。じゃあね。待てよ。別れるって本気か？うん。なんでだよ。確かに昨日は熱くなったけど、俺の言ってること間違ってるか？私ね、龍介と別れた方が幸せになるんだって。は？今は龍介のことが好きでも、このまま結婚したら不幸になるの。子宝にも恵まれないし、お互いの仕事がうまくいかなくて、互いの足を引っ張り合うんだって。それも占いか？うん。蘭子はそれでいいのか？自分の意思はどうなんだ？俺と別れたいのか？そんなわけないじゃん。じゃあ付き合おう。もうあのアキとかいうやつは放っておいて、二人で幸せになろう。でも不幸になるんだよ。その占いは 100% じゃないだろ。俺たちならいけるよ、蘭子。ごめん、説得力がない。それにね、龍介と別れたら、私はすぐに相手見つかるんだって。は？その運命の人は、1ヶ月以内に現れてすごい幸せになるんだって。私は幸せになりたいの。それが龍介とでもいいし、龍介以外とでもいいと思ってる。ああ、そうかよ。じゃあもういいよ。うん、だからごめんね。本当にいいんだな。うん、よろしく。あ、龍介の部屋に置いてる荷物だけど、全部捨ててもらっていいかな。そっちの方が運気上がるらしいし。あ、もちろん龍介の運勢もだよ。うるせえよ。怖いね。別れて正解だったかも。さようなら、龍介。お互い幸せになろうね。1時間後。別れたわ。え、マジで？うん。占いで出たらしいわ。いや、マジかよ。彼氏よりヤバい占い師の方を信じたのか？そう。マジでバカらしいわ。蘭子ちゃん、洗脳されてたよな。まあ、そうだな。龍介はそれでよかったのか？あの占い師に負けた形になるけど。勝ちとか負けとかどうでもいいかな。そりゃ蘭子のことは好きだったし、結婚したいとも思ってた。でも、あのハマり具合を見ると、今後結婚してから問題山積みだと思ってさ。まあ、ことあるごとに揉めそうだな。そう。風水やなんやらで。そういうのをいろいろ考えた結果、別れることにしたわ。まあ、それでよかったんじゃね？俺はお前の選択を応援するよ。おい、お前どうした？今日はやけに俺の味方だな。親友が落ち込んでんだ。味方になってやることが俺にできる最大の励ましだ。初めて和也の友達でよかったと思ったわ。おい、それは言い過ぎだろ。すまんすまん。謝るなら貸さないぞ。え？金なら貸さないぞ。違うんだ。何が違うんだよ。今俺と一緒にパチンコを打ってくれたら必ず勝てる。根拠はなんだよ。今龍介にはすごい不幸が訪れたよな。まあ、彼女と別れたからな。世の中の不幸と幸福はすごいバランスで成り立ってんだ。これはオックスフォード大学でもしっかりとした研究結果が出てる。つまり何が言いたいんだよ。つまり、今不幸まみれの龍介はパチンコを打てば必ずギャンブルの神様が微笑むんだ。バカすぎ。そんなこと言わずにさ、俺の言うこともたまには信じてみろよ。わかった。打つよ。え？どこも買えばいい？マジで言ってんの？冗談じゃ言わねえよ。マジかよ。どうしたんだよ。ついにお前もクズの仲間入りか？いや、消去法だよ。消去法？どういう意味？今は占いとかいうガスよりバカみたいなオカルトの方を信じたい。ただそれだけだ。サイ&コー。じゃあ車で迎えに行くわ。ありがとう。半年後。竜介久しぶり。あ、既読ついた。ブロックされてると思ってたからすごく嬉しいな。ねえ、私のことまだ好き？私は竜介のこと好きだよ。半年前はお互いすれ違って離れ離れになったけど、今ならまたやり直せると思うの。私、竜介のこと好きです。私と結婚してください。無理でーす。え？お前、どの面下げてお願いしてんの？結婚？無理に決まってんだろ。たくさん傷つけたよね。怒るのは当然だよね。でも私も騙されてた側なの。だから今は手と手を取り合おう。ピエン4連打やめてくれ。もうお前とは関わりたくないんだよ。違うの聞いて。あの後、竜介と別れた後すぐに男の人と付き合ったの。でもその人に結婚の意思はなくて、ただのやりもくだったの。子供できたら責任取るって言ってたのに、急に逃げられたの。秋に連絡しようとしたら、全然連絡取れなくなってて。実家に電話したら警察に捕まってたの。秋は詐欺師だったの。ねえ、こんな辛いことある？生まれてくる子供のためにも私とやり直してください。論外だな。なんで他の男の子供こさえた女と俺が結婚しなきゃならねえんだよ。そんな言い方しないでよ。私だってもう誰に頼ったらいいか。俺じゃないことは確かだよ。なんでよ。一度は結婚考えてくれたでしょ。あとは実行するだけだよ。あの時も今ではまるで状況が違う。そうだよ。違うよ。私は今地獄にいるよ。友達にも彼氏にも元彼にも全員に裏切られたんだよ。世界で一番不幸なんだよ。そんな女を放っておけるの？ねえ。俺は絶対やり直さない。ただ、そんな不幸なお前に一つだけ救いをあげよう。え、何？ヒントは金銭面だ。え？何？養育費くれるの？ありがとう。もう大好き。やっぱり竜介が一番だよ。何勘違いしてんの。俺が養育費なんか払うわけないだろ。じゃあ何よ。パチンコ屋に行け。はあ？俺から見ても蘭子はなかなか不幸だ。そんな不幸な奴はパチ屋へ行け。不幸な奴ほど勝てるらしいからな。何言ってんの？お前に振られた日、俺はパチ屋から20万もらった。今行けば100万勝てるかもな。そんなわけないよ。じゃあな蘭子、つくづく思いよ。お前と結婚しなくてよかったと。後日談。こんばんは、竜介です。地獄に落ちた蘭子から復縁 LINE が来た時は笑いました。ブロックして以降蘭子とは連絡を取っていませんでしたが、どうやら実家へ帰ったみたいです。まあ、あの状況なら頼れるのは実家だけでしょうからね。子供が生まれてから一度だけ蘭子の実家の両親から俺の実家へ電話があったそうです。もし許してもらえるなら蘭子とやり直してやってほしい。と、ゴミみたいな提案をしてきたそうです。俺はそれを刹那に拒否して二度と関わるなと親に伝言を言い渡しました。31歳を迎えた今、周りの人間はどんどん結婚をしていきますが、全く焦りはしてません。むしろ警戒心がビンビンです。どこかに占いを信じない素敵な女性がいれば結婚したいです。